バレンタインデーは2010年のアメリカ合衆国のロマンティックコメディ映画ゲイリー・マーシャル監督による群像劇ロサンゼルスに住む10組の男女のそれぞれのバレンタインデーをグランドホテル形式で描いている花屋を営む男リードは同棲中の恋人モーリーに朝一番でプロポーズをするしかし笑顔で婚約指輪を受け取ったモーリーだったが 彼が出かけた後に部屋の荷物をまとめ始める。飛行機でたまたま隣り合わせたホールデンとケイト。男は洗練された物腰が魅力的な30代。女は11ヶ月ぶりに一晩だけロサンゼルスでの滞在許可が出た軍人。会話を交わすうちに行き投合する二人だったが、共に目的地には意外な相手が待っている。理想の男性ハリソンと出会い。 幸せいっぱいの小学校教師、ジュリア。しかし、仕事で出張に行くというハリソンは、空港ではないある別の場所へと向かっていた。結婚50年を過ぎても変わらぬ愛を誓い合う、エドガーとエステルの老夫婦。だが、よりによってこの日、妻は夫に、重大な告白を始める。有名アメフト選手賞のマネージャーを務めるカーラは、今年も主催予定の、 バレンタインデーなんか大嫌いだパーティーの参加者が未だゼロとシリーズボ時期になる。そんな彼女に取材目的で近づいたスポーツキャスターのケルビンだったが彼女がバレンタインデーを嫌う理由を知る。グレースとアレックスは高校生のカップル。二人はバレンタインデーに初体験を済ませようと計画している。彼女の実家の彼女の部屋で 一人初体験を盛り上げる演出を準備するアレックスだったが、その時突然彼女の母親が帰宅する。母親と久しく離れ離れになっている小学生のエディソン。通学する小学校の女教師に恋をした。彼はバレンタインデーの昼休みに学校まで花束を届けてもらおうとする。初めて人夜を共にしたばかりのジェイソンとリズ。 バレンタインのディナーを約束する二人だったが、彼女の方には彼に伝えていないある秘密があった。カッコ内は日本語、吹き替えテイラー・スウィフト、トゥデイ・ワザ、hey ・フェアリー・テイル・マイケル・フランティ・アンド、スピアヘッド、聖兵・ジュールズ・ホランド・アンド、ジャミロク・ワイ、アイム・イン・ザ・ムード・フォー・ラブ、ウィリー・ネルソン、君住む町で、サウサリー・ト・フォック・ス・ロット、エブリデイ・ジュエル、ステイ・ヒア・フォーエバー・ベンイ・ヒーイ・キング、アモーレ、 エイミー・ワインハウス、キューピッドよ、あの子を狙えマルーン5、今宵の君は、ジョス・ストーン、4&20。ダイアン・バーチ、バレンティのナット・キング・コール、テキエロ・ディヒステ・テイラー・スウィフト、ジャンプ・ゼン・フォール・ブラック・ゴールド、シャイン・スティール・マグノリアス、キープ・オン・ラビニュー・レートン・ミスター・フィーチャリング・ロビン、シック、サムバディ・トゥ・ラブ・ザ・バード・アンド・ザ・ビー、朝からご機嫌、アンジュラ・マプリアン、涙を届けて。 Today was a f フェアリー・テ l ルのみ、本作のために書き下ろした新曲。この曲は iTunes 配信シングルとしてリリースされたため、CD 化されているのは本、サウンドトラックのみである。批評家のレビュー集積サイトロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、喜んでもらいたくてたまらなく、スターで、いっぱいの、バレンタインデーは、取り乱した、エピソード的なプロット。 そしてたくさんのロナコメのクリシェで、その可能性を無駄にしているであり、190件のレビューで、支持率18%、平均点は10点満点で4点となっている。メトクリティックによれば、33件のレビューのうち、高評価は4件、賛否混在は14件、低評価は15件で、平均点は100点満点で34点となっている。 北米では3665巻で公開され5626万ドルとなり初登場1位を記録。公開3週目で1億ドルを突破。日本では初登場4位だった。ありがとうございます。